ブレアの参謀、国志役として有名であり、メディア操作に巧みな才能を示したことから、スピンドクターの異名を取った。オックスフォード大学の聖キャサリン校で、政治、経済、哲学の学位を習得。労働党に入る前は、日本では、特捜班 CI5 で有名な、ロンドンウィークエンドテレビの番組、ウィークエンドワールドのプロデューサーなどを務め、 有力政治家とのインタビュー番組を手掛けて評判をとっていた。祖父に戦時中内務大臣を務めたハーバート・モリソンがおり、もともと政治への興味が強かった。彼は1979年にロンドン・ランベスの区議会議員に当選する。働きぶりが後の労働党党首、ニール・キノックの目に留まり、1975年から 党本部の報道担当責任者としてスカウトされる。党の近代化に向け動き出していたトニー・ブレアと関係を深めたのもこの頃であり、ブレア、キノックらと協力し、党内左派の発言力を弱めるべく、手腕を発揮した。その後、1992年の総選挙で、庶民議員として立候補することを決断するが、党首キノックは、 マンデルソンの出馬に乗り気ではなかった。この時彼の力となったのがトニー・ブレアでマンデルソンはブレアの隣の選挙区であるハートルプール選挙区から出馬。ブレアは自分の選挙参謀をマンデルソンにつけたり自宅の一室を貸し与えるなど協力を惜しまなかった。このブレアによる援助もあり初当選を果たす。その後トニー・ブレア ゴードン・ブラウンらと共に、モダナイザーと呼ばれる、東近大化を目指すグループの筆頭核となり、ニューレーバー建設のために奔走する。キノック投手辞任後の投手戦では、ブレア擁立こそ実現しなかったものの、投手戦直後の日曜神サンデータイムスに、待機中の労働投信リーダーと銘打って、トニー・ブレアを取り上げさせるなど、着々と布石を打った。1994年、 投手ジョン・スミスが休止すると、モダナイザーグループからの投手候補者として、ブレアとブラウンのどちらかを押すのかという問題が、現実的なものとなった。ここでのマンデルソンの行動ははっきりとはしないが、ブレア擁率のために、水面下で動いていたことは確実である。多くの支持を取り付けた、ブレア陣営は、投手戦に勝利し、新投手に就任する。それまで、ブレア、ブラウン、 マンデルソンの三人は、同志的絆で結ばれていたが、これを機に、マンデルソンとブラウンの中は、決定的に悪化してしまう。1997年の総選挙で選挙、キャンペーンマネージャーとして労働党を大勝利に、導いた。それ以来スピンドクターの異名を持つ。カスタードを投げつけられる、マンデルソンとニー・ブレア首相の副審として、貿易、産業省を務めるが、 金銭絡みのスキャンダルで辞任。またこれは、ブラウンのスピンドクターチャーリー・ウェランによるリークであると、されている。その後も、モーモーラムの後を引き継いで、北アイルランド大臣になるが、インド人のイギリス市民権取得に絡むスキャンダルで、再度辞任。2004年に、バローゾ新欧州委員長の下で、ブレア首相に推挙され、欧州委員のメンバーになる。 アメリカに槍玉に挙げられたエアバスの補助金問題に取り組むほか、ドーハラウンドの進展にも意欲的。欧州連合の農業関税の削減率を途上国提案である54%に近づけると主張。2008年10月に不人気のブラウン首相に呼び戻され、民間企業、規制改革担当省になって、金融危機で落ち込むイギリスの経済の再生に取り組む。 同時に一大貴族として貴族院議員になる。2009年3月6日、ヒースロー空港の拡張工事に反対する団体の女性から緑色のカスタードを投げつけられる事件が発生。マンデルソンは後のテレビ出演で彼女は緑色のスープのようなものを私の顔に浴びせようと必死で何に抗議しているのか私に言うことを忘れてしまったようだ。ともかく ペンキじゃなくて助かった。こうして無事でいられたからねと一周。ブラウン首相も彼がグリーンかどうか疑う声もあるようだが、これではっきりした。彼はグリーンだと、ジョークで擁護した。2009年6月5日の内閣改造で副首相に、相当する筆頭国務大臣に任命され、同時に、数密院議長、新設のビジネスイノベーション、技能大臣に就任した。 2010年の総選挙で労働党が敗北し、ブラウニ首相が退陣したことに伴い、閣僚ポストを5月11日をもって退任。ありがとうございます。